知恵のこと翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理内常子を召されり内常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ伊藤さんとて立ちに蹴り狙い誤たず山春か雲を掴みと飛ぶ行きて内常放つただ一心真の像を抜きたり悪鬼地に落ち末路の息を内常公に吐きかける。ほどなく内常随所に悪鬼の姿見えれば明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ。イダルルは皆人なり。 内常公ついに捕らえられ死刑ならんと覚えども帝を哀れに思しめす。内常対馬へ流されて幾とせののち事切れる。覚ゆる者もわずかなり。悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人かはたまた呪いの生贄か。 はともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を静めるため内常公は雲明行き青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。 講師が言っていた青い紫陽花、この近くだ。
Thank you.
青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
また青い花。あの小島、花に覆われておる。
よし! が咲く山か。弓はここに違いない。 顔色するな! さもなくば対馬が滅ぶ! 何者だ! 何を言いたい! 罪はないと思え。 弓を撃てないぞ! Thank you.
青い花、この方向だ。Uchitsune の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。ここを倒すことが先決。呪いは後で考えよう。常の呪いか。